はい、えー、新しいシリーズを始めるという、えー、この喜ばしい特権が与えられています。Exactly、Bible, 皆さんの、えー、聖書のど真ん中あたりに、えー、とても、えー、大事な聖書の書物が記されています。 And pretty sure、そしてこの書物のと、えー、いうのは、聖書の中でも、えー、一番、えー、口にされたり、また、えー、人から人へとこう、えー、使われたり、いろいろなふうに用いられている書物ではないかと思います。In every new そして本当に世代を通していろんな人たちにこの書物ツは語りかけてきました。そして語りかけています。I'm talking about the Book of Psalms. どの書物の話をしているかというと詩篇のことです。Now, so so、s <S そしてこの詩篇という書物がなぜこの今生きる私たちにもなお語り続けあ本当にこう心に訴えるものがあるんでしょうか。Speak to a very wide of human この詩篇っていうのはその すごく私たちの心に、えー、触れるっていうのは、この書物がありとあらゆる種類の人間の感情っていうものに、えー、訴えてくるものがあるからではないでしょうか。They are prayers where people struggle and celebrate. え紙幣の中には人の祈りであったり、また、祝っているそのお祝いであったり、そのようなことが記されています。People they fear shout for joy and they shout out of。and 喜びで叫び声を上げたりもしくは、えー、恐れから祈ったりそのようなこと恐れて祈叫んだりしていますなのでこの詩篇っていうのは私たちの心の奥底にあるものを表現するその手伝いをしてくれると思いますでもただ祈りではありません教えたりと祈り 祈りばかりではなくこの書物のの中には多くの教え上がり、また、予言が入っています。そして、神様がもうすでになさったこと、そして、約束されていること、そのことが書かれています。なお、psalms are supposed to be sung and prayed to go right through us. そして歌って言うのは、私たちに歌われるものであり、私たちをこう、トーして、かして、何て言うんだろう、あらわされるものです。And because of that, they have a deeper influence on the life of the believer than the texts we just listen to or that we read. だから私たちのココロニモ、ホントに歌いテクルモノガオイティノガ、エマタコノシヘノイ、コレカリオムシヘモソーダトモイマス。SO Psalms for generations have had a very important role in shaping the life of believers。SEDAIOKOETE, エコノシヘンティノワ、エクリシャノシトたち、ノー、エソノジンセマタセカツティモノニー、スゴコエキオアタイティキタモノデシタ。NOU CANTEMAGINED THAT WHEN YOU HAVE A COLECTION OF SUCH このような詩がいっぱい書かれているまとめられているということはここにいろいろな構造が入っていることもわかると思います and that that そしてそれは聖書学者によっても なんて言うんだろう、あ、のにまた、今もなお、また見出されていっていることがたくさんあります。So、そして、この詩篇の中でも、え、一章と二章、最初の二つの詩篇というのは。ものすごく、インパクトのあるものです。この詩篇という書物への、えー 大事なこう入り口部分というのを1章と2章はつかさどっていますそししててこここののの章2章に見見られるるテーマというのがが詩を通できますは,いではえー、今日は詩篇のその一編を読みます。 そして、このシェアの一辺は、えー、この二つの生き方っていうものを対照的に表しています。一つ目の、えー、その人生っていうのは、この一節で表されているように、幸いな、えー、生き方のことです。 えー、そして2つ目の生き方っていうのは、えー、最後の説に6節の最後にある滅び去るっていう、えー、そのことによって、えー、まとめられていると思います。では、えー、日本語でお読みします。詩、え、篇、ー、の一編。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。 主の恐れを、教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木。時が来ると木を実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。悪しきものはそうではない。まさしく風が吹き飛ばすもみ殻だ。それゆえ、悪しきものは裁きに、罪人は正しいものの集いに立ち得ない。 誠に正しい者の,の道は、主が知っておられ。悪しき者の、悪しき者の道は、滅びる、去る。はい、では、えー、鈴木さんという、私があの、でち上げた人のことを話したいと思います。あの、特に、あの、鈴木っていう、あの、お名前の方に、あの。あ、がどうのっていうんじゃなくて、はい。

なのでどうどうにかして悪い影響からどうにか身を守ろうとして、えー、悪いものを避けて生きていますもうテレビは捨てようもうこんなにテレビでかかっているいろいろなこう堕落したものを見てしまうと自分がダメになるからテレビは捨てようとかそうです 仕事しかし、彼は彼誰とも飲みに住んでいるのです。Not good for me ああ、そうと自分には良くないと思っているんですね。ね彼はは、no, それよりは、えー、教会の聖書勉強に行こうもしくは家で、いい本を読んで過ご彼う

聖書のこの世間の用意をし始めた時、何かすごい光るなとか思わなかったんですね。Because as you start reading this psalm, very soon the feeling creeps up on you. Isn't this a very moralistic poem? 何でな,ならこの一辺を読みながら、これってすごい何か道徳的なことを主張しているんじゃないだろうかって思うから。And I'm afraid quite a lot of people read it like that. 私以外にもそのような読み方でこの詩篇を読む人は少なくないと思います。なんかこの一編を読みながらでもこの一編ってもっとなんかこう神様の恵みのこととかを話すべきじゃないんだろうかとか。なんでこんなすごいいい人みたいなのを最初に鼻からこう描いてくるんだろうみたいな。 で、このうこの聖書の箇所ってもっと書き方なかったかなみたいな感じで、ちょっとあのあかチャンスがあれば書き換えたいぐらいの、なんかそういうふうに思うような聖書の一つだなと思ったんです。でも、そういうことを私,が私の中で自分に言い出したら、えー 自分の中に傲慢さがあるなっていうことにいつも気づかされます。この詩篇もまだこの神様が明かしてくださったことで、この年月を通して、試されてきて、まだここにある、そのようなものなんです。I have to listen longer. もっとよく聞かなければいけないと思いました。Case, そしてこの場合でしたら詩篇これは歌なので歌い続けないといけないなと思いました。この詩篇の鍵となる言葉っていうのは喜びっていうことです。 なので、1節から始まっていて、えー、このネガティブ、こ、「うしない、あ,あしない」っていう、えー、そういうふうな言い回しで始まりますよね。でも、2節になると、えー、主の教えを喜びとするっていう表現に変わりました。 そうするとこの道徳的に考える考え方っていうのがある意味崩されます。So like? ではこの喜びっていうのは、喜びとするっていうのはどういうことだと思いますかこの 喜びヨロコビトスルティコトワ、サキョード、ハナシスター、スズキサノヨニ、イホン、ヨムトカ、エナガ、イエキョナアルモノ、カラニレルうィ、うイうナ、アことだと思いますか And yet, Mr. Suzuki himself feels that for all of his trying so hard, his life doesn't seem to re resemble a tree planted by streams of water. でも、鈴木さん自身も心の中では、こうやってやりながらも、この詩範が言っているような、本当にこう流れのほとりに植えられたような木みたいなような気はしないって思ってる。That tree is a wonderful picture of the good life. なんかすごいいい人生っていうのの、こう描かれているこの木っていうものは、本当にあそういうのがいいんだなっていうのはわかるんです。 そこには強さもありますし美しさもありますそして実がなり他の人たちの祝福となるような実であったり影であったりというものを供給するのがこの木です水の流れで何もなく

その人は水のほとりに植えられた木流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って、ひでりの年にも心配はなく、実を結ぶことをやめない。It's a picture of resilience。ここには、耐久性が見られます。Even when hard times come, they won't bring you down。どんなに辛い時が来ても、自分が落ち込んでしまうことはない、倒されることはない。 なぜならその人は何か他のものによって支えられているからです。このような身を慣らすまた 神様の教えっていうものを喜ぶ人生はどのように送ることができるんでしょうかこれはどのように理解したら一番いいかというとイエス・キリストの人生を見るのが一番いいかと思いますそして彼は彼の日の えー、特に、えー、その、えー、鈴木さんのような人がとあの聖書の時代にイエス様が出会った時のことを考えるとそうです。2, この主の教えを喜びとし、えー、昼も夜もその教えを靴さむ人っていうのは、えー、もしいたとしたらそれはイエスキリストです。

アクマのササヤキから、ササキゴガマしたか、エオボイディマスカ。Every single one of them he counted with the words of the Law of Moses.Dono, アクマ、えー、のココロミニモ、モーセノショカラ、モーセノソノイマシメカラ、コタイオウユタンデ、カイスタンデス。Think of the Sermon on the Mound, one of his first sermons.Mata,、えーまえー、エエイスガした一番最初の、イチバンサイショノ、エス。 説教ョーやサンジョーのシェデスケルモ、イツメイテーマティーノワ、カミノイマシメデシタ、カミノリポートイコトデシタ、オキテイトイコそしてタ。 そのとおり、にけいおもていた、そのガクシャタチト、コトバーをかわすときにも、いえ、そいつも、その、いげおもて、その、かみのきて、ても、もて、かえしました。Now、those theologians, the, the scribes, and Pharisees, they thought they had this psalm one lifestyle down. 新学者たちはこの詩篇の一辺の言っているそのような、えー、素晴らしい人生というのはもう終わったとできたできたと。うん、They stayed far away from the wicked, the sinners and the scoffers、うん。そのあな宗教学者の人たちというのはあその当時の、えーじ もうそういうあざける人とか、えー、悪しきモノとかそういう人たちは自分ではない。そしてそういう人たちから離れていればいいって思ってました。なのでイエス様がその罪人とか悪い人たちと言われる人たちと、えー、食事をともにしていると、They asked his d i s c i その弟子たちに対してあなたの先生は何であの罪人とか酒税人たちとご飯を食べるんだというふうに聞きました。 なぜならその人たちはこの四編を暗記してたからです。でもイエスは何度も何度もあなたたちは神様の本当にこう心っていうのを知らずに来ているよっていうことを言おうとしました。そしてある日若い 金持ちの人がイエスのところに来ましたええ、マタイの19章のところにその話が書かれていますそして永遠の命を持つためには何をしたらいいですかっていうふうにその人は聞きましたそしてそこ,にそこでこの

そして彼の持っている財産というものがよりもはるかに優れたものを見せようとしていたんです。でも、この青年はそれを見逃しました。イエスが彼に言ったこと、頼んだこと,というのはちょっとできないと思ったんですね。うに言ったこと、頼んだことというのは、ちょっとできないと思ったんですね。このようには、は、できないと思ったんですね。 だからといって、この戒めっていうのがには何の意味もないって言ってるわけではなく。It means that we only 私たちが主の命令を喜びそれを与えてくださった方への愛を持って従うときに私たちは初めて正しく主の命令を理解することができるんです。See, it might be really good idea to give up some things in life。私たち、何かこの自分のモテイルモの何かを諦めるメルティとト、できるかもしれません。Like、Mr. Suzuki, to not watch your TV anymore. スズキさんのように YouTube?YouTube?TV?Anything、うん。テレビをもう見ないみたいな感じで何かをね、あきらめるということはできるかもしれません。But if that choice is disconnected from a delight in God, it means nothing で。でも、その選択したことが、その選択するという、それを。 決めたっていうことが神の教えを喜びとするっていう喜びとするっていうことと関係がなければ、えー、それはあまり意味がありません。Now, この詩篇の一篇にはイエスがその青年に対してえた チャレンジしたようなことが書かれているわけですただ単にこれをしなさいこれはしてはいけませんっていうリストなんではありませんこの詩篇は私たちに私たちの本当の満足っていうものがどこで得られているかっていうことを聞いてきているわけです同時に祈りを持っている Of a fulfilled life. そしてまたこの本当に豊かに満たされた人生というものが約束されているんですす、so、なのののののででここ詩編の、えー、一編の二節,二節、うん、がががどういうういいいととかっていうのが分か分ってきたと思いままも問題が生じます。 二説というのは、えー、ものすごく道徳的なというわけではないですけれどもで、どういうことか分かってきたけれども、でも簡単にできることではない。 No、place for this kind of delight. 私たちの心もいろんなところに向いていくので、この子で言っているような喜びっていうのを喜びとするっていうことがなかなかできないんです。The rich young 金持ちの青年の心っていうのはもう自分の財産を持っているものにあまりにも向いていたのそっちに向いていたのでイエス・キリストの掛け声が聞こえなかったんです。Said, そしてその青年が去っていく姿を見ながらイエスは弟子たちに言ったんです。金持ちが天国に入ることは難しいって。 ですねじじゃゃ誰が一体その天国にに行けるのって人には難しいいないででななんかってでも神にとって不可能なことはないので、っていうふうにイエスは言いました。t こ e Gospel in Psalm 1. この詩編一篇にある福音というのは、えーはい、こうです。この一節一篇が見せているのは、私たちこの幸いなことよっていうその祝福された人生っていうのが何かをに従ったから何かをしたからっていう問題ではないということがわかります。 この祝福される人生た人生っていうのはえ喜んで従うえその喜びの従順の喜びその人生です。i もうすべてを差し出してでもそれがいいって思うそのようなものです。Now none of us h でも私たちの誰もそのような生活態度を持っている人は一人もいません。なので私たちの誰の人生もこの流れのほとりに植えられた木のようではないです。So、私たち見てみると、自分自身を見てみると本当に価値のないようなものに見えます。 Not full of life. そしてそこに命が満ち溢れているっていう状態でもないっていうふうに自分を見て思います。だからこそ、イエス・キリストは来られたんです。もうこの宇宙全体で最も重要な方です。l ォルオフ・ライフ。命に満ちあふれ。 世のような砂漠のようなところに来てくださいました。S <S そして、えー、父のその見心っていうものを喜ぶ、えー、そのためにそそれがゆえにすべてを諦めました。He 1:3 a reality for、us. このイエス・キリストこそがこの一辺の三節その人っていうのを表しているんです現実的にしてくれたんですではもう一度読んでみましょう。We see a tree planted by streams of water 流れのほとりに植えられた木です。な no tree ever plants itself? 木が自分であここに植わろうって,言って木が植わるってことはないです。 No、tree ever もしくはその木が、どうにかして、こっちに水を引き寄せて、こっち側に川を流そうとか言って、することはできませんよね。That is what God does, and He has done it through Jesus Christ. それをできる、それをしてくださるのは、神様です。そしてそれを、イエス・キリストを通して、してくださったんです。Jesus brings us the living water. イエスキリストが私たちに、えー、その生ける水をもたらしてくださるんです。Me, said, 誰でも、えー、私を信じる人は、えー、私、その人のうちで。生ける水が湧き出てくるっていうふうに言いました。now there, right i なのでこの詩篇のど真ん中にこの良い知らせ、福音があるんです。Yet, でも最初に私が言ったようにこの詩篇はすごく、えー、道徳的なことを言っているように感じます。なんで私はそのイエス・キリストが見えなかったんでしょうか

だから神様は、これをしたらね、あれをしたらね、みたいな感じで、こう条件を突きつけてくるんじゃないかって思いながら。読んでるんです。その結果。 この聖書のページの中にあるあわれみであったり神様の,その安定したところであったりっていうのを見逃してしまうんです。この流れのほとりに植えられた木のようになっていくっていうその思いを見逃しがちなんです。 あの金持ちの青年がイエスが言ったことを聞き逃してしまった見のし金持てしまちのったようにをて私たまっ私たこの詩金を読みながらイエス様たのを私に差し出してくれている豊かなもてのを見逃してしまうんですお金を持って帰ってきて、私たちのお金を持ってきて、私たち l お金を持って そしてまたこの一編の最後には、えー、あ、最後じゃなくて、の中には滅びる道のことも書いています。この滅ぶっていう、それに二つの方法があると思いました。 1一つ目は、主の立法を拒絶することもしくは、法を守リポー・マモル・ドリョコシツ、リポー・ノ・シュー・キョこのイエス様のその ジダニ、パリサイ人たちは自分たちは神のカミ、えー、をオキテオ、リ、え、ポ、ー、マモテ、イキテって思ってました。Jesus, そして、その、イエスキリスト、その人たちはイエスキリストを見て、てこの罪人のなんてネうんだろう邪魔をしているって思いました。Yet they でも、その人たちが、こそが、イエスキリストを、えー、死刑にするっていう、それに関わったんです。なので、イエスキリストを十字架にかけることによって、彼らは、その立法の主である方を、拒絶したということになったんです。 シヘノイペノナカニワ、アシキモノティノガ、カゼガフキトバスモミガラノヨダティユニカイティマス。It's an image from the harvesting of grain.Kokumotsuo, Shuka Ksurutokini, Okuru, Koto Otape Nitskatimas.When grain is harvested, it is brought to a threshing floor. えー、穀物は収穫されたらそこから、えー、もみ殻を取っていく作業に入ります。で、イスラエルっていうのは、えー、丘の上にありました。うん、なので、その穀物が、えーえー、そのもみ殻と実っていうのに分けられたときに、 Out part away. That the なんだな、えーえー、んだな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 んていうだ、うん、ううなんうなんだ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 なんんな Very often でまあ、そういうことがなんかもう私たちは見ませんけれども。でもあの私の郵便受けを開けるときのことと重なるんですけど、なんかもうチラシとかいっぱい入ってて、もうチラシを抜けながら、これは重要っていう手紙を抜き出していくわけですよね。See, those で私はその、えー、いらないチラシとかはあのもう自分の部屋にも持っていきません。Throw them away, right、away. もうそこでもうあの捨ててそこから家に帰ります。That's the life of the wicked.This is a life that is characterized by meaninglessness.Nobody has any use for flyers or chaff.、うんえー、そのもういらないチラシとか ゴミ殻とか誰の役にも立たない意味がないそのようなものです。そして最終的にもう砂きっていうところにたどり着き、また風に吹かれるとかゴミに捨てられるとかそのような最後が待っているわけです。 なのでこのシーンの一辺はそのような人生への忠告でもあります。Time, で、忠告だけではなく、福音というものもしっかりと私たちに語ってくれています。The pen can now. come forward now. Ultimately, this psalm begins by inviting us to Jesus Christ, who is the fulfillment of the law. 最終的にこの詩篇の一辺というのは、イエス・キリスト、すなわちリ法のノ・ジそのところへと私たちを導いています。The one, the イエス・キリストがその方であるという、それがまさにこの詩篇の始まりに、ふさわしい始まりではないでしょうか。He died by the counsel of the wicked to give us words of life. この、あしきも、罪人、びと、あしきもの、の、はりがとを、そのために、しょけされ、死を死んだ、その、イエスキリストのこと、を、あそれは、そのイエス、いや、しりとは、え、わたたちのために、そうしてくれました。He entered this world of sinners, like us, to open the way back to God. このイエスキリストが私たちに、神様へと戻るその道を開くために、この罪人が住まう世の中に来てくれました。He was scoffed and ridiculed to make us share in his glory しし。罪人の計り事があったしシ、その中で、目立つ それは私たイエスワ、チその栄光を分かち合うためでしたイエスワのの、ジュージカマデ十字架ガイマス、ジュージカノシニマデモ、シタガイマス。

に没頭し、そしてそれを私たちが暗闇から救い出す導き出すためでした。イエスキリストこそが実を結ぶ方であり、そしてまたその葉、その葉によって影を作り。 どこか逃れる場所を探している人たちに、のガレバシオを与えてくださるんです。If you haven't yet come to him.If you?If you haven't yet come to him, <If you? S 1> come.Revelation 22, verse 17:Let the one who is thirsty come, let the one who desires take the water of life without price. ヨハネの目示録の22章にはこのように書いています。えー、来なさいってえー。乾くものは来なさい。命の水が欲しいものはただで受けなさい Jesus,、えー。そしてまたこのイエスキリストをすでに信じている方、えー、信頼している方はこの詩篇をどうぞ。心で歌い続けてください。 あのこの詩篇一編の歌を探したら YouTube にいっぱい出てきます。Morning, like、明日私たち目覚めるときに自分が流れのほとりに植えられた木だなっていうふうに感じないかもしれません。 この一辺がこの詩編が皆さんにこれがまさに神が私たちに与えたいと思っているものなんだよっていうことを思い起こさせてもらってください。 そして、それを、イエスキリストが、も、う確かに、してくださっい、っていうこと、を思い出させてもらってください。This Christ is in yours Jesus。これはもうイエスキリストにあって、皆さんのものなんです。When you are in Christ, you're received as righteous before God。私たちが、イエスキリストにあるって、私たちは、もう、すでに、イエスキリストのその義を受け取っているんです。You're given a life. Of knowing and loving God. 神を知りそして神を愛していくそのような、この命を与えられているんです。That, そしてそれだけでなく、神によって知られる、知っっててもらいいるっていうその喜びを私たちはこの持をているんです。 誠に正しいものの道は主が知っておられるっていう、えー、それがこの一編の最後に書かれています。えー、そしてこの、えー、このこと、この真理というものが、えー、ぜひ皆さんを、えー、皆さんが全ての祝福が流れてくるその神を称え讃えるように、えー、したらいいなって思います。 皆さん、身代わりに、なって、その、私たちに、義を与えてくださった、その、一人子をたたえましょう。そして、せいれが、私たちの心を、うちからかいてくださる、その、かです。私たちの心を、うちてくださる、その、かたです。そして、聖霊が、私たちの心内から変えてくださる、その、方です。そして、その、かみを、え、さんしましょう。